リボンチャンネル、リボン名場面集、ヤッホー、うさこスポス。この動画では今までのリボン作品から毎回一作品をピックアップして、ハッシュタグリボン名場面集に寄せられたコメントから選ばれた名場面を紹介していくパス。今回紹介する作品はウイコンパス。ウイコンはニヤニヤ&キュンの嵐、絶対コンキュン、結婚物語パス。名場面1、好きな人ができたの。マッチングシステムで選ばれたウイちゃんとコンくんだけど、ウイちゃんはこの夏休みを通してコンくんの恋人になりたいと気づくパス。ママとパパのお墓の前に来たウイちゃんはコンくんに、3年後にはちゃんとウイを本物のお嫁さんにしますと言われ、ママとパパにコンくんが好きだと報告するパス。ここのコンくんはずるいくらいかっこよかったパスね。名場面2、コンくんが好きだからパートナーと一緒にいない岩清水くんに対して物申すウイちゃん。あんたもトレードの時成績トップの甲髪を選んだんだろと言われたウイちゃんは、違います、私はコンくんが好きだからですと反論するパス。そこには気がつくとコンくんがいて、こんな形で気持ちが知られちゃうなんて、これは早退したくなるパスね。名場面3、コンの本音、コンくんのことが好きだとバレてしまったウイちゃん。だけどコンくんはまたはぐらかしてちゃんと返事をしてくれないパス。意を決して改めてちゃんと告白したウイちゃんに、恋ではないけどウイがパートナーで良かったと思ってるから別れたくないと、コンくんは照れながら本音を伝えてくれたパス。ウイちゃん、コンくんの本音が聞けてよかったパスね。名場面4、ドキドキ、学園祭の出し物でドキドキを図る機会を作ったコンくん。ウイちゃんは私ともしてほしいとコンくんにドキドキを図る機会をつけてもらうパス。手をつないでもおでこをくっつけてもドキドキしないコンくんに、ウイちゃんは目が合った瞬間に好きですと言ってみたパス。すると機械が反応したパス。喜ぶウイちゃんにコンくんは、こんなことしなくても日頃から可愛いと思ってるよと伝えるパス。そんな不意打ちはずるいパスね、お互い。こんな感じでたくさんの見どころ満載パス。みんなはどのシーンが良かったパスか、コメントで教えてほしいパス。来月もお楽しみにパス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス。チャンネル登録よろしくパス。グッドボタンやコメントも待ってるパス。これは毎日見るしかないパス。次の動画も見てねー。